はいどうもコミです。さあ今日はですね JWCS の今シーズン1戦目ですね、シェイキングラドルさんとの勝負になりますけども、まあ無事ね勝利できていいスタートが切れたかなというふうに思っているところなんですが、今回からね JWCS ともにハードモードでの開催になっていて、ルートライダーがやっぱりね使いにくくなってるんですね。でドルイドルートライダーを使ってもそれはやっぱり同じような傾向があって、で、まあ、そこでね、結構こう、星を落としてしまうケースが、まあ、両クランともね、こう見られたかなっていう気がします。まあ、なんで今日は、ルートライダーをね、どういう風に使ったらもっと強く使えるんだろうなっていうところをね、話をしていきながら、落とせない戦いで使うルートライダー戦術の、二つのね、形っていうのをちょっとご紹介していこうかなというふうに思います。なんで、ルートライダー使ってる方でね、結構、その、前回か星1か星2かが運に左右されてるなっていうような気がしてる方は、まあ、この動画最後まで見てもらうと、どういう戦術をね、どういう戦術に、仕上げていくと、星3がね、比較的安定するのかというところが見てもらえると思いますんで、ぜひ最後までご覧いただいていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、まずはね、ちょっとね、これ防衛してるね、リプレイでちょっと申し訳ないは申し訳ないんですけども、このアタック見てみようと思います。で、まあ、比較的よく見るテンプレ配置をいじってるかな、そのままかなっていう感じだと思うんですけども、ルートライダーを12の、バルキリー10ということで、結構ね、重めのルートライダー編成。で、こいつに、ヒールの呪文2個積んでますね。装備はみんな、それぞれこんな感じですね。はい。で、割とね、回復もりもりなんで、ドルイドを入れてませんよっていう編成になっていて、ここで、トームを使っていくわけなんですけど、ちょっとこれトーム早かったかな、これ、ヒールで一旦様子見てもよかったような気はする。この辺でトームでもよかったかもしれないな。で、オーバーグローをかけて、タウンホール止めていきますね。で、このままね、押し切れなくなってるんですね。まあ、一つはやっぱりルートライダーの攻撃力が下がってる影響、プラスハートモードで、ダメージが上がっちゃってるので、どんどんルートライダーがやられていくし、バルキリーもやられていくんですね。そうすると火力不足に陥ってしまって、進行が遅くなっていく。というところが結構ね、地味に効いてくるんですけど。で、まあ、こういうタウンホールが真ん中にある配置ですよね。やっぱ一番怖いのは。で、そういうのを、どういう風に安定して取っていくのかっていうところはね、ルートライダーを使っている人の大きな課題になってんじゃないかなと思います。残った呪文ヒール1枚、フリーズ2枚で、能力も結構残ってるんで、割といけそうに見えるんですけどね。でもいけないんですよね。これが意外と。はい。で、こういう風にドバッとルートライダーを出す系の攻め方っていうのは、比較的簡単でそれなりに強いですけども、やっぱり星1のリスクは起こるわけです。今この場でタウンが一番遠い防衛になってるんですよね。ヒーローたちから見て。わかりますかね。なんで、これタウン取れれば全開いける。でも取れなかったら星1になっちゃう的な感じになってるんですよ。まあ、結局星2で終わってはいるんだけど。こういうその事態に陥っちゃうっていうところが、まあ、ものすごくリスキーなポイントなんですよね。キングがタウンホールを殴ってくれて、ああ、ただどうなんだ、これシングルインフェルノが効いているな、フェニックスがいるからなんとかなるか。はい。っていうような具合ですよね。はい。結構際どかったと思います。アーチャークイーンもこれ能力入ってますが、もうほんと体力ないですよね。はい。こんな感じになるんですね。ということで、こういうドバ出しでね、攻めていくっていうのは、まあ、ノーマルモードで言えば比較的、また通用すると思うんだけども、ハードモードだと結構通用しなくなってきてるのが今の、現状ですね。で、これをどう打破するかっていうところなんですけども、まあ、二つ方法があるかなというふうに思います。一つは、これ前にもね、紹介してる攻め方になってくるんで、まあ、復習っぽい感じではあるんですけど、これね、ニャンタロさんがやってる、ヒーラーでまず食い火やっちゃうんですね。ここスニゴブでささっとカットしていって、で、このロイヤルチャンピオンキングがいるところから、クイヒーをね、入れていきます。で、そんな奥まで入れないんですよ。途中でルートライダーにヒーラースイッチさせるんですね。これがツボです。で、そういう付け方をすることによって、サイドカットをクイヒーに、まあ、やらせるというような感じです。この配置も、結構、ルートライダー対策をモリモリに盛り込んでる配置なので、まあ、普通にルートライダーやるとね、ハードモードでは結構苦戦するはずなんですが、これを全開取っていって、しかも結構余力もあったんだよね。ところでさ、これフローズンがアローだと思うんだけどさ、これヒーラーの周りくるくる回ってるこの氷、知ってた？なんか僕、このリップ見て初めて知ったんだけど、こんなの回ってんだね。フローズンアローってこうなるんだってね、初めて知りました。はい。なんか、こんなエフェクトがあると思わなかったな。はい。
まあ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 、それは余談ですけども。で、こんな感じでね、ヒーラーたちをぐーっとね、アーチャークにつけたまま奥に奥に突っ込ませていって、で、途中でこのね、ルートライダーたちに合流させます。だから、クイヒーというよりはルートライダー編成だと思うんですよ。クイヒールートライダーっていうような、完全にクイヒーを、独立させて動かしていくっていうわけじゃなくて、まあ、どっちかっていうと合流型に近いかなって僕は思ってるんですけど。で、これでね、攻め上がっていきます。でタウンホールのところに関しては、アーチャークイーンがね、回り込んでいて取るか、さらには、そこをね、歩いているキングとかロイちゃんが殴って壊してくれるかというところをね、期待しながら使っていくっていう感じですね。まあ、どっちかというと、まあ、クイヒールートライダーっちゃクイヒールートライダーなのかな、この形的にはどうなんだろうね、これ。僕は合流型というふうに見たんだけど、いやー、でもこう見ると完全にクイヒールートライダーか。まあ、そういう意味ではクイヒールートライダーっていうふうに思った方がいいかもしれないな。話が変わってごめんなさい。まあでもとにかく、ポイントは、1区画を食い引いて潰す。まあ、大手引きを使ってもいっちゃいいんだけど、ここを潰しておいて、ルートライダーたちをこうね、あまりばらけさせずに進めるっていうことですね。食い引、ルートライダー対策の配置の特徴っていうのは、確実に、ルートライダーたちがばらけるように、あえて仕組んでるんですね。だから、こういう、各4点、4方面に対して、防衛説が真ん中にこうないんですよ。こういうとこにないんですね。あ、ごめん。こういうとこにないんですよね。こことこことかに置くことによって、こっから出したら日光にこう割れちゃうっていう。こういう、分断をあえて作るのが、ルートライダー対策配置になってるんで、それをね、食い火とかでこう一部分カットすることによってやらせませんよっていうね、形にするのが一個対策ですね。はい。攻める側としてのね、対策だと思います。で、これ、完全にクイヒールートライダーでしたね。なんで、すいません。僕の冒頭の、合流型っていうのは忘れてください。すいませんでした。何を勘違いしたかちょっとね、間違えちゃった。はい。だから合流型も本当は見てほしかったんだけどな、オデヒーの動画あったかな。ちょっとまた今度それあげるね。なんでオデヒーとかを使って、そこに、クイヒーをね、合流させていくっていう攻め方も結構強いと思います。はい。まあ、時間がちょっとその場合はね、注意必要かなという気がしますけども。でもう一個は、これ前から言ってるけど、本当にこれがね、強いんですよ。星に確実に取れて、数強いんで、これもそうっすよね。ルートライダーを、ここから、ごめん、ちょっと、あれするね。ここから入れちゃうと、それぞれ、こう、どう言ったらいいのかな。割れるでしょ。こう、いっちゃうよね。こうね。割れちゃうよね。ここにつかないんですよ。で、そのままこういって、こういっているうちに、どんどんこれ攻撃してくるっていうね。こういうふうに。で、倒していくっていう。まあ、そういうね、あえてルートライダーのルートをずらしちゃうっていう配置なわけなんですけども、これもね、攻める向きを変えれば怖くないんですね。タウンホールが比較的外側にある場合、これキングで届くなっていう場合には、この裏側、こういうところにライトニングを落としちゃって、で、先にね、インビジブルタワーとかモノリスが怖いのをこう壊しちゃってから、これ、壊し損ねました。はい。わかる人はわかると思うね。で、壊しちゃってからそこにキングを短期で突っ込ませるんですね、こういう風に。で、突っ込ませていって、このキングでタウンホール取っちゃえば、もう思いっきりこの部分がさ、こう削れたことになるじゃん、こういう風に。ガーって。ね。そうしたら、あとは、このルートを、ルートライダー通すんですよ。もう横から通すんですね、こういう風に。で、そういう風にしてあげることによって、こういうボックス型の配置の場合だったり、あとはひし形の配置もそうかな。比較的、簡単に全開が取れるようになります。はい。なんで、これはね、すごく覚えておくと、得な方法だと思いますね。で、キングか。キングには、ジャイアントガントレットとサッカーボールつけてますね。これで、タウンホールの周りを壊してくれよっていう意図があります。で、ガントレットがあるので、ストライカーが来ても怖くないですね。防衛援軍まとめて倒しながら、なんなら防衛援軍を殴りつつ、タウンホールも殴るみたいな感じでやっていきます。で、アーチャークイーンにはこれですね。フローズンアーローとヒーラー人形。グランドウォーデンはヒールと、あとはエターナル。で、ロイヤルチャンピオンはこれですね。こんにちはしてます。で、こんな感じ。外周はネクロマンサーで、攻めていくんですけども、ちょっとネクロがね、あんまり伸びなかったかな。これは失敗だったと思いますね、ちょっと。で、突破兵器は今回ドリルにしてます。まあ、なんでドリルかって言われると、まあ、少し、回答にも困るっちゃ困るんですけど、豪華兵舎を使っても、この辺のヒーローたちに、あっという間に、ペッカたちがやられちゃうかなっていうね、先行しちゃって。っていう気がしていたし、中にホグライダー入れてもなんかこの辺あんまホグ伸びなさそうだなって思ったんで、だったらドリルにしちゃって、でドリルの中に、これね、なんだっけ、ドルイドか、を入れてこういう風に使ってあげれば、時間差でこうね、ドルイドが登場して、周りのユニットが長生きするしいいかなっていう風に思ったってことですね。前言ったように、投下兵舎にドルイドを入れるのはあんまお勧めしません。
あのドルイドがね、一番最後に投下弊社から出てきたウィザードを永遠に回復したりして、すごい時間かかってしまって、それもったいないんで、もうさっそウィザードね、倒れてしまってくれた方がありがたいぐらいになっちゃうんでね、あまりそれをお勧めしないんですけど、こんな形でね、取っていくっていうのも一つの方法かなというふうに思います。編成はこんな感じかな。はい、ルートライダーまあ4体いれば十分ですね。あの後ろにドロイドもついてたし、そこからさらに、ドロイド参加も追加する上にヒーラー人形がついてるクイーンもいるんでね、は、まあ、割かしあの長生きはしてくれば、まあ、こんな感じの編成にしてるってね、はい。どうでしょうか。あのもう最新のねルートライダー対策配置はドバダシルートライダーはなかなか厳しくなってきてますし、プロの試合見てもやっぱりあんまり出てこないですよね。スピード勝負とは言っても、やっぱりそれでスピードを勝負する人は減ってきてる印象があるので、きちんとあのルートライダーが通るルートもね、作ってあげて、そこを歩かせていくような方法がよくって、そのためには、二つ目のリプレイで見てもらったようなクイヒーを行うパターンだったり、今のこの僕のアタックみたいにね、ライトニングとキングでタウンホール周辺をガーンと壊しちゃって、横からね、面を作って攻めていくっていう。パターンであったり、あとはちょっと今回紹介しきれなかったけども、ファイアボールを使って攻めていくとかね、あとはおでひをやって攻めていくとか、まあそういう方法をね、組み合わせてもらった方が安定するかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしてもらえたらというふうに思います。ということで、今日はですね、ルートライダーを使った攻め方、ハードモードを対象により安定するルートライダー戦術ということでね、話をしてみましたが、どうでしょうか。参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。